どうも、久しぶりに動画撮ってます。急にトレーニングの動画撮ろうかなと思ったんで、急ですけど、今日一日のトレーニングの動画撮ろうかなと思ってます。編集するのはちょっと大変なんで、もうただ撮って繋げて出すみたいな感じになると思いますけど、撮ってみようかな。まず今日はランからです。80分、アップとダウンは合わせたら90分ぐらいのランです。でも別にそんなただ走るだけって感じの練習です。朝日が眩しいよ。暑くなる前に走りたいんで、いつもだいたいこの時間ですね。走るのは6時半ぐらい。じゃあ行こう。あと半分ですね。ペースとかは別に特に決めずに走ってます。決めるときはちゃんと決めた方がいいと思うんですけど、それ以外のときはある程度幅持たせて、その時の調子に合わせて走る方がいい感じに走れるんで、ペースは全く気にしてないです。それよりもいい感じの走りでできる方がよっぽどいいんで。曇ってきてよかった。おおって言って、あ、やばい、人が来た。危ない。見える。見えないかな。今から朝ごはんを食べる。あ、また人来た。やばい。ちょっと一回切ります。はい、ちょっと仕切り直しで。せっかくなら、一日食べてるものも全部動画撮ろうかなってことで。動画撮ります。まあトレーニングの後はいつもプロテインを飲みます。だいたい 40g ぐらいかな。で、今から朝ごはんを食べます。朝ごはんはだいたい目玉焼き2個と、昨日の残りのおかずか、それかそれがなかったら、まあ簡単に何か魚とかを焼きます。今日は残りのおかずもあるけど、サバがあるので食べなきゃいけない。それを食べようかなと思ってます。まあそんな感じです。はい、目玉焼き。とりあえず1セット目、2杯目サバニーです。昼ごはんの仕込みを今終わって、ちょっとまだ食べ足りないのでホットケーキを作ります。なんか基本なんかずっと作って食べてる感じですね。はい、失敗した。くそ、やっぱカメラ持ちながらじゃ厳しいね。できたかな。よし、
こういうのは照れちゃう、照れてい、うん、いい感じ。はい、今日3回目、4回目のご飯、違うね、2回目の、朝ごはんのおやつかな、ホットケーキ。はい、今からバイクです。今日はバイク1時間半くらいなんで、まあすぐ終わりですね。60分テンポ。はい、じゃあやっていきまーす。30分のテンポ2セットです。で、まあ10分ごとに、まあ、10秒20秒ぐらいスプリントしてって感じですね。で、昨日と明日がバイク2時間半ぐらいやって、今日は少なめで1時間半ぐらい。で、逆にランは昨日ちょっと少なめで、今日と明日が、まあ、80分、まあ、90分とかで、スイムは昨日、今日でボリュームあって、明日はちょっと少なめで、基本的には3種目ボリュームっていう日はあんまりなくて、そういう日を作っちゃうとちょっとダメージが残りやすいんで、2種目ボリュームあって1種目ちょっと落とし目みたいな感じのスケジュールが多いですね。ローラーの時はいつも動画見ながらやってるんですけど、最近はこれを見てますね。スーパーリーグトラウトン、これ面白いですね。世界のトップ選手が集まってレースしてるんですけど、こんな感じですね。こんな感じ。トラスロン結構中だるみしちゃって、映像を見てても面白くないなって思ったりするんですけど、競技やってない人は。けどこの短いレース形式のやつはすごい展開が早くて面白いですね。はい、2セット目始まってました。はい、終わりです。リカバリータイムは、あとはスイム2時間ぐらい、だいたい距離6000ぐらいかな。で、今日は終わりです。スイムを別にそんな楽なわけじゃないんで、まあ、まあまあぼちぼち行きましょうって感じです。はい、終わり。今日気温27度なんですけど、なんか他の人より異常に汗をかく気がするんで、1時間半漕いだだけでもこのカスの中がべちゃべちゃになっちゃうんで、マジで早く汗かかない季節が来てほしいです。多分来週ぐらいには涼しくなるらしいんで、まあ、今週1週間、とりあえず我慢かな。バイク後もプロテイン飲みます。で、今日のお昼ご飯はさっき仕込んだ鶏肉と、なんか野菜いろいろのトマト煮込みと米と、まあ足りなかったら昨日の晩ご飯のおかずかな。
でもバイクは時間短かったからそんなお腹空いてないんで、まあちょろっと食べて終わりかな。昼ご飯。今からプール行きまーす。プールは自転車で行きまーす。いえ。マジで暑すぎる。自転車ちょっと乗っただけで汗かく。本当に10月ですか今は。あ、やべ、人来た。今日のスイムはまあベースの練習ですね。脈が130、40、50ぐらいで、よかった誰も人いない。でまあ4000、5000ぐらいを泳ぐって感じですね。中で撮ってると怒られちゃうんで、練習終わったところまで次はもう撮れないですかね。行ってきます。スイム終わりです。まあ体終わりましたね。疲れたとかきついとかじゃなくて、うん、終わりました。ちょっと鳥肌がちょっと立ってちょっと寒い感じ。最後はあんな感じでしたね。まだガラガラですけど、これから結構混んできますね。まあこの時間に泳ぎに来る人なんで、まあよっぽどの人じゃない限りって感じですよね。髪がボッサボサだな。とりあえず帰って、うん、ご飯食べて、ちょっと 何ご飯か分かんないけど、夜ご飯、昼ご飯、おやつ分かんないけど、とりあえず食べます。帰ろう。スイム後のご飯です。昨日の残り物の豚と野菜のコンソメっぽいやつと、あと肉2枚、2枚で300ないぐらいかな。うん、とりあえずこんだけ。第2ラウンド卵かけご飯です。もうちょっと米食べようかなって感じです。米健太くんです。ここでやってもらいます。見やすい。普通に分かりやすい。暗い。いや、まあ普通暗いけど。
ります。これで今日一日終わりです。今は今日みたいな感じでずっと練習してます。で、9月にようやくフォームがちょっと定まってきて、足が痛くならなくなって、今月になってようやくしっかり走れるようになってきたんで、それに体が慣れるまではちょっと、ボリュームはちょっとだけ抑えめですけど、まあまあそこはしょうがないことなんで我慢しながら、まあ今月やって来月からもうちょっとボリュームを増やせたらいいなという感じです。で、今月の10月23日に宮崎で日本選手権があるんですけど、僕はそれには出場せず、ちょっと来年に向けてもトレーニングをやっていこうって感じです。健太には今週2回3回ケアしてもらってて、まあそれがあるおかげで、まあ体がなんとか保ってて走れてる練習できてる感じですね。昔よりはだいぶ、体の張りも少なくなってきて、まあコンスタントに動けるようになったんですけど、まあまだもうちょっとって感じですね。まあ、今回の動画は、編集そんなにしてなくて、多分動画つないだだけみたいな感じになってると思うんですけど、それぐらいのクオリティであれば、まあ、週1回、頑張って週1回、コンスタントに出せるかなって感じなので、でも、オフの時期の練習ってベースで、本当に変わり映えがしない練習ばっかなので、なんか似たような動画になっちゃうと思いますけど、まあ、また今日とは違った練習の日に動画を撮れればいいかなと。少しは変わり映えするのかなと思うので、まあまた動画を出していきます。はい、頑張ります。で、今週末は茨城かな、茨城の方で自転車のロードレースがあります。別にそれに向けて調整したりとかは特になくて、まあオフトレーニングの一環として、まあ少しでもチームに貢献できればいいかなって感じで出場します。それでチームメイトの誰かが、まあ優勝してくれたら僕としてもすごい嬉しいので、まあ、で、今週の後半は、なので、練習はちょっと変則的で、まあ多少、まあレースで全く走れなかったらちょっと申し訳ないので、ちょっとだけ練習を緩める感じで、まあ土曜日が一日移動なので、まあそこで休めるんですけど、で、今、なんだろう、追い込む練習とかを全くしてないので、日曜日、久しぶりに全力を出し切ってもいい練習というか、レースというか、なので、まあそこはちょっと楽しみですね。あ、今からまたちょっとこれ食べます。お腹すいたんで。はい、とりあえずじゃあそんな感じでこの動画は終わりかな。多分何も食べることがなければこの動画はこれで終わります。もし何か食べることがあったらこれ食べましたみたいなちょっと撮っておきます。じゃあまた次の動画も見てくれたら嬉しいです。これも食べました。